冬の風物詩水仙が伊予市二見町下灘地区の海岸沿いで咲き始めています。伊予市二見町屈指の漁業金山陽一さんの畑では、潮風に揺れる可憐な白い花から甘い香りがふわりと漂い、訪れる人を癒しています。金山さんによりますと、地元には水仙が多く自生していて、父親の代から四半世紀かけて株分けして広げてきたということです。今はおよそ30アールの斜面で20万株ほどを育てています。8日は夫婦連れや友人グループなどが訪れ、青い伊予灘に鮮やかに映える白い花々を満喫していました。現在は四分から五分咲きで、ピークは1週間から10日ほど先の見込みです。2月半ば頃までは楽しめそうだということです。今月10日と11日には二見シーサイド公園でシーサイド初春水仙花祭りが開かれ、切り花や鉢植えのほか、獅子鍋などを販売します。